将棋の第71期王座戦五番勝負に初挑戦して、永瀬拓矢王座を3勝1敗で下してタイトルを奪取するとともに、将棋界8大タイトル全制覇を果たした藤井聡太王座のトークイベント、史上初八冠達成、将棋、藤井聡太新王座が次戦開設、が都内で行われた。前半のトークショー、後半の第1局、神奈川県秦野市、陣屋、の解説で素顔を披露して、会場を笑わせた。バンジージャンプ流行りたくないです。トークショーの終盤、聞き手の山口恵梨子女流二段の人生でやりたいことという問いに、やりたくないことはたくさんあります、と切り返し、笑いを誘った直後だった。ノータイムで答えた。さらに、ジェットコースターにも乗りたくないです、と重ねた。体調管理では、YouTube でラジオ体操をしていることも明かした。ただし、リフレッシュで特に意識してやっていることはない、とか、スケジュールは割と適当です、と、普段の緩い生活ぶりも伺えた。次戦解説では、勝負飯について予習していることも披露した、初めて対局する場所で、過去に行われたことがあるところはデータが揃っているので、事前にチェックします、と強調。この時は名物の、陣屋カレー、ビーフ&伊勢エビシーフードを昼食で頼んだ。過去のイメージからこんな感じと思っていたら、それの上を行くものが出ました、と苦笑い。交互にルーをかけて楽しんだという、カレーに伊勢エビの旨味が詰まって美味しかったです、と、食レポのリップサービスまでしていた。藤井聡太王座、スコア逆でもおかしくなかった、負け意識した局面では、次、頑張ろうと。将棋の第71期王座戦五番勝負に初挑戦し、永瀬拓矢王座を3勝1敗で下してタイトルを奪取するとともに、将棋界8大タイトル全制覇を果たした藤井聡太王座のトークイベント、史上初八冠達成、将棋、藤井聡太新王座が次戦開設、が都内で行われた。2部構成の前半は、山口恵梨子女流二段とトークショー。今回の五番勝負について、スコアが逆でもおかしくなかったです、と振り返った。戦前、永瀬先生には4段の頃から教えていただいているので楽しみでもあり、手の内を知られているので厳しいと思っていました、と語っていた。負けを意識した局面も多く、次、頑張ろうという気持ちになっていました、とも言う。幸い逆転を果たしたが、一旦諦めて受け入れて、チャンスを大きくするにはどうすればいいかと集中して考えられていたのは良かった、と話した。藤井聡太王座、AI の存在、信じ込んでしまわないように、他の人がどう使うか聞いてみたい。将棋の第71期王座戦五番勝負に初挑戦し、永瀬拓矢王座を3勝1敗で下してタイトルを奪取するとともに、将棋界8大タイトル全制覇を果たした藤井聡太王座のトークイベント、史上初八冠達成、将棋、藤井聡太新王座が次戦開設、が都内で行われた。二部構成の前半は、山口恵梨子女流二段、32、とトークショー。今の将棋に欠かせない AI の存在について、AI が強くなって、棋士にとってそれをお手本として勉強していく面が強いと思います。ただ、局面の評価や指し手が正しいとは思えないので、参考にしながら判断を取り入れるか。信じ込んでしまわないようにと思っています、とした。また、AI を他の人がどう使っているか聞いてみたいです、と切り返していた。藤井聡太王座、最高の時は、の質問に、4段になった時は嬉しかった。八冠達成トークショー。将棋の第71期王座戦五番勝負に初挑戦し、永瀬拓矢王座を3勝1敗で下してタイトルを奪取するとともに、将棋界8大タイトル全制覇を果たした藤井聡太王座のトークイベント、史上初八冠達成、将棋、藤井聡太新王座が次戦開設、が都内で行われた。2部構成の前半は、山口恵梨子女流二段、32、とトークショー、最高の時について尋ねられ、一番はわからないです。4段になった時は嬉しかったです。奨励会3段リーグを一気で抜けましたが、昇段の感触はありませんでした、という。また、棋士になって、これだけ活躍できるとは全くなかったです。思ったより勝つことができて不思議な感覚でした。タイトルを取りたいとか考えたことがなかった気がします。当時は、周りとだいぶ差があるので、力をつけていければと思っていました、と振り返っていた。無敵の藤井聡太八冠の怖いものとは。
バンジージャンプと、将棋の第71期王座戦五番勝負に初挑戦して、永瀬拓矢王座を3勝1敗で下してタイトルを奪取するとともに、将棋界8大タイトル全制覇を果たした藤井聡太王座のトークイベント、史上初八冠達成、将棋、藤井聡太新王座が次戦解説、が都内で行われた。前半のトークショー、後半の第1局、神奈川県秦野市、陣屋の解説で素顔を披露して、会場を笑わせた。バンジージャンプ流行りたくないです。トークショーの終盤、聞き手の山口恵梨子女流二段の人生でやりたいことという問いに、やりたくないことはたくさんあります、と切り返し、笑いを誘った直後だった。ノータイムで答えた。さらに、ジェットコースターにも乗りたくないです、と重ねた。体調管理では、YouTube でラジオ体操をしていることも明かした。ただし、リフレッシュで特に意識してやっていることはない、とか、スケジュールは割と適当です、と、普段の緩い生活ぶりも伺えた。次戦解説では、勝負飯について予習していることも披露した、初めて対局する場所で、過去に行われたことがあるところはデータが揃っているので、事前にチェックします、の強調。この時は名物の、陣屋カレー、ビーフ&伊勢エビシーフードを昼食で頼んだ。過去のイメージからこんな感じと思っていたら、それの上を行くものが出ました、と苦笑い。交互にルーをかけて楽しんだという、カレーに伊勢エビの旨味が詰まって美味しかったです、と、食レポのリップサービスまでしていた。